はい今回は岸田首相の内閣支持率は27%と前よりもアップし水面下で憲法を改正しようとしている可能性について考えてお伝えしていきます今回もよろしくお願いいたしますまあ、皆さんも思ってるでしょうが岸田の内閣支持率が27%もあるわけがないんですよね なんだかわかりませんが僕は1%から3%ぐらいなんじゃないかと思ってるんですけどなんかね岸田の支持率が上がったんだみたいなニュースになっていて、まあ、どれどれと思って、まあ、調べていたら、まあ、短い、まあ、ニュースがありましたどういう、まあ、ニュースかっていう、まあ、そちらから確認していきますと、まあ、世論調査で岸田の内閣支持率が27.3%となり、えー、その前の22.3%より 5, 5ポイント上がった。 支持率は57.5%で前回よりも7.9ポイント減ったっていう、まあ、そういうとこが書かれてるんですがなんで岸田の支持率が上がるんでしょうねまあ、マスコミの独り言だと思いますけどまあまあまあわけわかんない独り言ってんなと思いますねうん、岸田の支持率が上がる要素がないじゃないですか皆さんも思うと思うんですがなんで上がるのわけわかんないじゃないですかしかも27%ってねざっと言って4人に1人があ岸田を支持してるわけじゃないですか なんででしょうね、まあ、岸田になんかあの、まあ、ネットとかで言われてるのは、まあ、政治資金規正法まあ改正しろみたいなことが言われてるんですが、まあ、しないでしょ多分。で仮にしたところでも別にあ今の時点流上がるっていうのもおかしいし。 あの何よりおかしいのは、ですねやっぱり能登の揺れについて、これをま支持する人はまずほとんどいないと思いますが、能登の揺れについてと、あとまあ自民党の裏金の件ですよね、これについてもまあ結局、岸田っていうか、背後の創始国がうやむやにしてるわけじゃないですか、で最近、えー、あんまり話題になってないのかわからないですが、経済政策とか何もしてないじゃないですか、なんでなんでしょうねで、なんかこちらについてですね、まあ、SNS の投稿であったんですけど、まあ、こういう心理が働くのかと、僕は初めて知ったんですけど、 あの揺れがあったから、まあ、その揺れでですね岸田に関しての同情票が入るとか、まあ、震災からの同情票とか、あとまあその揺れで国民がですねやっぱりあの不安を感じたって、まあ、それはそう思うんですよあの、本当大変だと思うんでね、一刻も早く能登の,の,、まあの復興がなんていうのかな、元に戻ることを願うんですよ。でもそれも例えば言えば、え岸田はそんなことを思ってるわけがないんですよ、口では何を言ってるか知りませんよ。 維新の会が大阪万博をやろうとか言ってるわけじゃないですかいやいやいや金もね人もまあ、その建設、まあ、機材も全てのそのリソースをねえ喉に持ってこなかったら復興なんてどんどん時間かかるでしょそれをね大阪万博をやろうとかっ岸田も別にそれを反対しないわけじゃないですか。だから全然ああのの岸岸田岸田は その喉の喉ことは心配してないんですよ口では何を言ってもそれは口では、ね、心配してないというわけはないですけどその取っている行動から心配してないと判断しますから僕はそう思ってますし、まあ、リ,リスナーさんもそう思っている方が多くいらっしゃると思うんですね。で、えーまあ、多くの人の意見では自民党の派閥政治をやめろっていうんですが、まあ、それもそうですがもうっていうか自民党解体しても自民党政権交代しなければもう無理ですよね。で一番引っかかるのは僕ここなんですよ皆さんも思ってらっしゃるかもしれませんが。 あのーまあ、これっていうのはもちろんこうとね、えー、言い切れないところがあるんで、まあ、憶測も含むっていうことで言いますけれども、えー、岸田の支持率とか岸田が全くこうね、えー、国民から相手にされなくなってるっていう、まあ、その時期を見計らって、えー、松本人氏のスキャンダルが出てきましたよねでこの震災の件に関しては山本太郎さんを叩くっていうその話題があ,あ,あるんでおそらくこの岸田の支持率と松本人志を叩く まあ、松本人志のまあスキャンダル山本太郎さん叩くっていうこれらにですね裏に何か関連性を帯びるものがあると思うんですよ偶然とは思いませんのででこっからが憶測っていうことなんですがまああの 文春ですよね、このよく何かをスクープするという文春、文春の背後も、あるいはですね、新聞とか雑誌とかそういったものの背後も、自民党の背後も、すべて同じものなんですよ、日本の総主国ですね、米です、あるいは国際金融資本とそういったものが後ろにくっついてますから、それらの、まあ、要するに何ていうのかな、巧妙なやり取りである可能性があります。で、僕、一番あのおかしいなと思うことがあって、リスナー様には何回もお話しさせていただいてるんですが、 多分このことを知らない方がいらっしゃると思うので、今回こちらのお話なんで、えー、このことをお伝えし,していこうと思うんですが、岸田のですね、この、なんていうのかな、うんあの,ノートの対応がね、まあ、悪いと思ってる人が多いと思うんですが、悪いんじゃなくて、最悪なんですよ。何をしてるかがわからないんですよ。なんで理由があるんですよ。揺れた次の日に自衛隊は1万人待機していたんですが、岸田が出動させなかったとっいうことが分かってるんですね。 そんなことは嘘じゃないか本当です調べた人がいて僕も調べましたのにかのとの揺れに関する非常災害対策本部そこの本部長岸田がやってますが第1回会議1月2日の議事録にあります防衛省は2日の時点で、えー、隊員1万人を、えー、まあえー、体制で待機していたと書かれているんですが1万人が出動してないんですね自衛隊が、うん、出動できる状態になったのにしないって意味がわからないじゃないですか で例えば、なんでなのかっていうのかもしれません。分かりません、わけが。わけが分かりません。では、言うなれば、うん、本部長である岸田の説明が必要ですね。もう全然説明しないでしょ。この時点でおかしいでしょ。まず、こういったことがあることを知らない、知らないで岸田を支持するっていうのもおかしいし、知ったところで僕たちは何があったのかっていうのを知るね、権利があるんですよ、国民だから。しかし、岸田はこれを言わないんですよ。で じゃあ、なんでこういったものを隠してるのかなっていうか、明らかに隠してるわけでしょ、なんでこういったものを隠してるのかなと思うと、ある程度、憶測がああまあ立つんですね、あくまでも憶測ですよ、これもはっきりとはわからないから、隠してるからね、四日原発の、まあ、電源がです、ね、思った以上に深刻な状態にある、あるいは四日原発が大きな揺れで,です、ね、何かの,、まあそのトラブルを抱えているんですが、その原発再稼働とかそういった利権があるんで、そのために隠している、そのように思います。 だから、こういうことをやってる時点で、全く支持できないじゃないですか、なんでこれを支持するのかっていう意味がわからない、僕は全く支持してませんけどね、一刻も早い岸田の退陣、あるいはですね、自民党政権交代が必要だと思ってます。で、しかし、それとは別にですね、岸田っていうのは一つ、総、え、主、ー、国米に言われてるか、まあ、そういったことだと思いますが、考えてることがあるんですよ、岸田っていうのは。憲法改正を岸田は考えてるんですね。まあ、岸田っていうか、まあ、自民党って言いましょうか。 自民党のこの憲法改正憲法改正なるのに憲法改悪って言われているものですがその自民党の憲法改悪は何かというとですね救助をなくすんですよ平和外交ができなくなる救助がなくなることによってそして、えー、僕たち日本国民が普通に過ごしてますが基本的人権を削除する。 さらに緊急事態条項の導入ということでその、この緊急事態条項が入ることが非常にまずいんですね。緊急事態条項が入ると、内閣、あるいは政府がですね、今は緊急事態であるということを言って、権限を強めて、それで国民をですね、えー、従わせる、そういった力を発動するんですよ。この今の国民のためにならない岸田、まあ、あるいは、まあ、次に誰か分かりませんが、自民党の人間がなって、こんなことになったら、国民がさらに苦しくなることが分かってるじゃないですか。 これ憲法改正ってどういうことかというと、最終的にはですね国民投票というもので決まるんで、ここで何度か国民がですね憲法改正を阻止しないといけないんですよ。もしこの憲法改正、憲法を解約したら、本当に日本が崩壊しますからね、そういったことですで。岸田をなぜ支持できないのかというと、自民党のですねその裏金問題も結局うやむやに終わらせる、震災対応、最悪じゃないですか。 で国民の関心があね原発の方に向かないように、目線そらしを、まあ、岸田と宗主国で、えー、なんていうのかなあ、裏側で行っている、そして分からないように憲法改正、緊急事態条項を入れると、そういった目論みがあると考えられる。で、まあ、岸田を支持している人が4人に1人いるってことで大きなこれ、問題なわけですよ、日本日本国民にとってね。だって僕たちにとって苦しくなる一方じゃないですか。だから、何が必要なのかって言ったら次、次の選挙で,ですね、どうしても自民党以外に票を入れるってことです。 自民党の政権交代が必要です。本当に、えー、これはもう本当にもうい,いろいろありますけどもまずそれですねで。あとちょっとまあ,あおまけって言ったら申し訳ないんですが、ちょっとおまけがありまして、えー、僕が働いてるあの、まあ、仕事場のですね、まあ、知ってる人みたいなんですが、まあ、僕は全然そういうことを言わないんでねであの皆さんにお伝えさせていただいてるようなことも言いませんので、えー、まあちょっと話を、まあ、最近聞いたらこのようなことをおっしゃってたんですね。 あの石川のこの揺れの件について、えーまあまあ、僕は聞かれることはないし聞かれても分かりませんって言うんでねあの皆さんにお伝えしているようなことをまずほとんど言いませんからあの言うとね、えー、なんか理解されないことが多いんである時はそういった話はほとんどしないんですけどまあそう聞かれたんで、まあ、大変ですねっていうことをまあ言ったわけですよ、まあ、実際大変じゃないですかそうしたらあのその職場の知ってる人がですね実はなんかこの石川の揺れの前から仕事があって石川に入ってたらしいんですよ。 で、えー、まあその方っていうのは当然この石川の揺れのことがあったんで滞在する期間時期を延長してですね物資をまあ入れてるっていうことをおっしゃってたんですが、まあ、その方がまあ教えていただいた話っていうことで、まあ、僕もその話を聞いたんですけど、えー、まあこのおね石川の揺れの時どういう状態になっていたのかって言って支援の車がたくさん来て渋滞ができていてえ自衛隊が困っているっていうまあそういった話があるけどすべて嘘ですって言ってました。 全然現地ではそんなことになってないって言ってます。だからつまり、渋滞ができてるっていのも嘘ですね。だからこういったデたらめを流すんですよ。僕も、えー、その話を聞くまでどうかなと思ってたんですが、直接行った人からそのような話を聞いたんで、何から何まで僕たち国民にですね、でたらめの情報を流していると。おそらららくく原発のことを知られたくないから あんまり人を起こさせないようにするためのこの巧妙なでたらめであると思います。こういうことをしている岸田とか自民党のどこを支持するのか僕は全く理解できないですし、1ミリも支持する気がないんで、一刻も早い岸田の退陣、あるいは自民党政権の交代をね心の底から願っておりますので、まあ、27%、まあ、マスコミの独り言だろうなと思います、おかしいとしか思えないという、まあ、その根拠について今回お伝えいたしました。最後ままままで聞いていいいててたただきまししありりがとうございますす今回はこ,こで終わります失礼いたします